テルマエロマエの作者漫画家文筆家の山崎真理さんです。おはようございます。おはようございます。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。いやー、お会いできるとは思ってなかったのでとても嬉しいです。ありがとうございます。もう日本に本当に長く滞在しておりますから、もうこういう機会もまたね、普段はというかイタリア在住で日本にほとんど1年で2週間くらいしかお戻りになってないので、たびたび帰っては来てはいたんですけども、2週間以上滞在することはないっていう感じですね。2週間行ってはまたイタリアに戻るか、また別の国に行くかとか、そういうことの繰り返しだったんで、こんなに1年以上もびっべったり日本にいたっていうのは何十年かぶり、そうですよね、なので普段でしたらね、こうしてスタジオに来てくださるというチャンスもないんですけども、今回のことがね、今回だけは幸いしまして、山崎さんに来ていただくことができたと。おかげさまで。いえいえ。ありがとうございます。はい、山崎真理さん、カタカナで表記されますけども、プロフィール紹介いたします。東京都のご出身、北海道千歳市でお育ちになりました。17歳で絵画の勉強のためイタリアに渡り、1997年漫画家デビュー。2008年古代ローマを舞台にしたお風呂の漫画テルマエロマエが大人気に。その後2012年に映画化、大ヒットを記録します。現在は日本とイタリアを行き来しながら漫画家文筆家として活躍していらっしゃいます。テルマエロマエの漫画はね、皆さんご存知だと思いますけども、山崎真理さんのね、名前もカタカナでこう全部書いて、でお顔立ちもね、想像つくと思うんですけども、本当にパリッとしてね、かっこいい、パリッとしてっていうのはどういう感じだろう。オーケストラの指揮者みたいな感じでちょっとね、ジャケットを召しで、ジャケットを召しで、はい、本当に素敵ですね。そうですよ、はい、ありがとうございます。で、徐々に世の中にこの人面白い人だっていうのがバレ始めてます、ね、大してパリッとしてませんそうですよね、破天荒な、もともとじゃあれですよね、絵を勉強されてたということで、どういう絵をお描きになってたんですか。油絵なんですけど、油絵と美術史をやってたんで、漫画家になる予定なんて全くなかったんですけどね。はあ、そう。きっかけ何なんですか。きっかけですか、油絵だと食べていけないので、絵を描いて食べていける職業って何だろうと思ったら、漫画だって思い立って、それで28の時に初めて漫画描いて、見よう見まねで、ぐちゃぐちゃなめちゃくちゃな漫画。そうです、はい、でイタリアや世界にいながら日本の出版社の方とやり取りして、いや、要するに新人賞っていうのをもらった時に、これで一旦日本帰ろうかなっていうのは、まあ、話が長くなるんですけども、でその時シングルマザー、要するに結婚してないけど子供が生まれちゃって、何か手に職を持たなきゃいけないと、社会的な仕事をしなきゃそろそろやばいなと思って、よし漫画描こうと思って、社会的な仕事っていう発想で漫画っていうところ自体がもう間違ってて、それまでの私の出自が分かると思うんですけどそう。でそれで新人賞引っかかったもんだから、賞金10万円出てね、その10万円で当時のアイロフロートソビエト空港っていうのがあって、航空っていうのがあって、それでチケット買って、子供連れて日本に帰って、でよしここから改めてスタートしようということで、それで漫画家に気がついてたらなってたっていう。そうですか、はい、なんかね、いつの時代の話なのかみたいないやいや、つい20何年前の話ですけど、はい、まあ、いろんなことありますよね。アエロフロートで帰ってくるってのはいいですね。ご存知ですか、アエロフロート、チケットが安いんですよね。チケットが安いし、機内で雨は降ってくるし、私は椅子がもげたことがありましたね椅子がボーってもげた時に、もうこんな体の大きな人は客室乗務員の人がやってきて、座ってちょうだいって言って、あなたが立つと椅子がもげるから座ってちょうだいって言われて、ずっと10時間ぐらい私も乗ったことあるけど、はい、20年前はそんな、最悪最低でしたけど、まあ 今となればいい思い出だったなと。そう、当時ね、はい、ヨーロッパチケット高かったから、安かろう、悪かろう、悪かろうって言って、でも機内食一応キャビア出たりするんですよね、黒パンに。ロシア文化だから一応ね、ほんのちょっとだけ、まあ、椅子もぎてもしょうがないかみたいな感じでそんなことはいいんですけど頭の上のね、物入れのドアが壊れてて、もう開きっぱなしで、運行してますよ大体古代ローマと日本の戦闘文化を結びつける発想っていうのは昔からお持ちだったんですか。ないですよそんなもの。ないけどもだから要するに長きにわたる海外暮らしでね、なかなか浴槽のある家っていうのに暮らせなかった、はい、で私中東エジプトとかシリアにちょっと長くいたことがあって。そうですか。そうです。でシリアエジプトに行くって実は皆さんご存知ないですけど、すごく保存状態のいい古代ローマ遺跡っていうのは、実はローマイタリア国内じゃなくてそういうとこに行った方があるんですよ。
そういうところに行くとね、管理が行き届いてなくて、遺跡に人が住んでるんですよ。あの本当にあのこう世界遺産になってるような遺跡に洗濯物が干したんですよ。ブラジャーとかパンツとか。これどうしたのと思ったら中からおじさん出てきて、うちになんか妖怪って言うんですよ。これうちってこれあれ世界遺産2000年前の全然分かんなくて、いや住めるから暮らしてるしって、羊も全部この中に飼ってるんだとか言って、あれ見た時にすごいタイムスリップ感があったんですよ。私今どの時代にいるのみたいな。そうですよね。普通に奈良の正倉院に人住んでるみたいな感じで。でそういう遺跡に行くとね、いっぱい浴場の跡っていうのがあって、ローマ人ってすごくお風呂好きだったんで、一区画に2つぐらいお風呂屋さんがあったんですよ。で使われてない浴槽の跡とかねあるんですよ。悔しくてね、これが未だに営業してたら私入れてたんですよね。家に行ってもないわけですよ。そういった思いが募り募って、そのシリアの辺りに住んだのがポルトガルっていうところだったんですけど、ポルトガルはねすごく昭和の日本に近いような、あの生活空間なんですけど、はい、そこにいるとなんかこう昭和の銭湯を思い出しちゃってね、はい、でそこもお風呂なかったんですけど、お風呂に入りたい思いと昭和への思いと、あとそのシリアで体験したタイムスリップ感っていうのがある日ですね、化学変化を起こして、こう何気にこうアイロンをかけてたら、急に日本の銭湯の浴槽からローマ人が飛び出してくるっていう絵が浮かんだんですよ、頭に。でそれ自分で絵に描いてみたらすごいバカバカしい絵で面白くて、でそれを日本の友達に全員でファックスで送ったら、ねえマリー頭大丈夫ってみんなに言われて、いやいやいや言われたけど、でもなんか面白いじゃないですか。そうですね。でこれを膨らませたら、はい、変な話にならないかなと思って、最初同人誌用にちょっと描いたんですよね。そしたら結構それはあの同業者の受けが良くて、いやいや大ヒットですよ、はい、テルマエロマを読んだ後今の話聞いたら、まさにその ね古代ローマ人が銭湯からザバッとね、顔の濃い身長の高いローマ人が出てくる感じの、あれって日本に帰って、あの日本でほらヒットしたわけじゃないので、海外に在住時にヒットしたっていうのは知ってたから、どうしたんだろう日本と思ったんですよ。なんかみんな古代ローマがそんなに好きだったの日本ってっていう不思議でしょうがなくて、そうびっくりでしたね、私も本当に。古代ローマ帝国ってイタリアだけかと思ってますけど、ものすごく広くて、あのイラクの方までそうだし、エジプトとか北はもうスコットランドまでだし、イギリスの半分くらいまで古代ローマ帝国ということ で古代ローマ人お風呂相当好きなんですね。大好きですね。だからなんていうのかな、古今東西お風呂に体を洗うために入らないっていう民族は古代ローマ人と日本人ぐらいじゃないでしょうかね。この、ウォッシュするって感じじゃなくて、なくて使って、要するにメンタルリフレッシュをしながらそこで大事な話し合いもしちゃったりとかね、要するにその精神的な、あのリラックスデーションのために入るって目的のためのお風呂っていう持ち方をしてたのは日本人かローマ人だけ、ものすごい共通点じゃないですか。そうですね、で古代ローマの人たちは浴場そんなたくさん作る必要あったんですか。ありましたね。だって最盛期にはローマの街って、まあ、行かれたことあるかどうかわからないけど1000軒あったんですよ、あの銭湯が1000軒のうちに、あのうちにあと何軒かは皇帝が作るようなすごく大きなあの浴場があって、まあ、人々はそこで日がない一日過ごして、みんなとおしゃべりしたりとかご飯食べたりとか、図書館で本借りたりとか、まあ、夜はなんかお姉さんがいるとこがあったりとか、いろいろそう楽しめる施設だったんで、水道とかはしっかりしてたんですか。素晴らしいインフラが充実していて、多分ねあの当時の水道供給量が、昭和の時代の日本と同じぐらいだったっていう、そのくらい水道があったんです。水道というか水の供給量が2000年前で進んでたんですよ、いろいろですね。で蒸気の要するにあの機能っていうのも分かってたんで、もしかするとですね2000年前とかに産業革命が起きてもおかしくないぐらい進んでたんですよ、ことが。なるほど、蒸気の出し方知ってるわけだから、蒸気の出し方とあとこの水道のインフラだったりとか、まあ、水洗トイレでしたからね当時ね、もうすでに2000年前で、はいはい、で古代ローマ人が自分の帝国を広げていく先々で、まあ、自分が住む領地にしたらそこにお風呂作ってと、はい、いうことを繰り返す。そうです。お風呂っていうのがやっぱり、ね、最大のなんていうのかな、こうどんなところに戦争に行ってもお風呂を作ると大体戦士はそこでまたなんていうのかな、リフレッシュして次の戦力を培うことができるじゃないですか、そういうことが分かってたんで、あちこちでやっぱり喜ばれるんですよお風呂を作るとね。そういうストラテジーも駆使してあれだけの大きな帝国になった。面白いですね、はいはい、でも今のイタリア人は浴槽文化ないですもんね。入らないですね、みんな泡だらけにするしね浴槽の中よくないですね、あれね、もう、はい、もったいない、もったいない。さて、山崎まりさんに今日は激動の人生をこんなテーマで今日は語っていただきます、はい、山崎まりは一日にしてならず、まずは一気に紹介します。
山崎まりは1日にしてならず、その1、14歳ヨーロッパ一人旅、その2、17歳すべての道はローマに通ず、その3、28歳詩人との別れ、以上の3つです。山崎まりさんの人生はなかなかぶっ飛んでんですよね。すごい抽象的なテーマになってるね。14歳ヨーロッパ一人旅、はい、これは当時北海道にお住まいになってたんですか。そうですね、あの うちは本当に北海道と縁もゆかりもない家なんですが、母がビオラ奏者って、ビオラっていう楽器を弾く奏者なんですけども、北海道のオーケストラに入っていたので、はい、それで家族でみんなで暮らしてた時期があって、そんな感じ、はい、やっぱお母さんの、あの今山崎さんが普通に札幌交響楽団のビオラ奏者って言われても信じますね。そういう感じ、今日の服装型、うん、いやいや、うん、やっぱり音楽バタっていうか芸術バタの血を継いでらっしゃるなって感じが。でお母さんがビオラ奏者で、はい、それで山崎さんがそこのお母さんの元で育ってて、そう、あの北海道に、まあ、連れて行かれて、というか北海道で育てられたんですけども、ほぼほったらかしですね。さっきみたいに父親がいなかったんで、はい、もう私と妹がいるんですけど野放し状態で、うん、でそういう中で、まあ、なんていうのかな、大自然に囲まれながら、まあ、あの育っていったんですけども、ある日、ね、そう、ある時突然うちの母がね、14歳の時に中学校にいる時に、はい、いきなりちょっと悪いんだけど、あのフランスとドイツにいる友達のところにあんた行ってきてくれないって言われて、何をいきなり言い出すんだろうと思ったら、1ヶ月ぐらいね、行っといでよって、私本当は行くはずだったんだけど行けないから、彼の人たちにあげようと思ってたプレゼントあんたが代わりに持ってってちょうだいって言われたんですよ。ヨーロッパまで、はい、お使いに行けみたいなことです、はい、もうその辺山手線乗ってここからあそこまで行ってこい、そうですよね、はい、ちょっと目黒のおじいちゃん家におはぎ届けてみたいな、そういうノリです。本当にそういうノリです。で私この人何言ってんだろうって思ったんですよ。だからいいじゃないって言ってくればいいわよって、1ヶ月ぐらいやったら大丈夫平気よなって感じで、あのね、うちの母って本当にあの昭和一桁生まれで戦争体験者なんで、全部大したことない、なんとかなるわよ、この2つでできてるんですよ。だから大丈夫、なんとかなるわよって言われて、気がついたらまあ行く手立てが整えられていたんです。じゃあそのお母さんのお友達に届けるものを持たされて、ええ、でもね、実はそれが本当は目的じゃなかったんですね。っていうのは私14の時に進路指導の先生に、お前大人になったら何になるんだって言われて、私こういう白紙とかこう白い空間があると絵ばっかり描いてたんで、自分は絵で生きていくしかないって思ってたんですよ。そしたら先生に、お前絵なんかでやったら飢え死にするぞとか、食っていけないぞって言われて落ち込んでたんですね、その時。その時に母がそういう提案をして、結果的にですね、その旅の最終目的はルーブル美術館で絵を見てくるっていうこと で、うちに飾ってあったモナリザのレプリカの本物を見てこいっていうのが彼女からの指令だったんです。でもそうすることによって、まあ、昔からね、お金にならないような仕事であってもやってきた人がいて、残したものがあったからこういう美術館ができたよってものを、まあ、娘に見させるっていう、そういう作戦ですよね、一種の教育、うん、それは後から分かったんですけど、いや、だからやっぱり昭和一桁生まれのお母さんならではの、はい、まあ、ちょっとね、強めの、はい、うん、無謀な、無謀な、むしろ、はい、怒涛を生き抜いてきた人はもうちょっとやそこらじゃ人は何、うん、なんかもうね、あの倒れないぞぐらいのね。でもちょっと14歳の娘一人ね、はい、知らないヨーロッパに突然ポーンと送り出すっていうのは相当な覚悟いりますよね。いや、今逆にね、お母さんなんて考えられないですよね。うん、なんかあの時は魔が差したって言ってましたね。なんだかよく分かんないけど言っちゃったのよ。そしたらあんた行くって言うから、じゃあいいかと思っちゃったんだけど、私が旅立った後で、わ、失敗したと思ったんですって。なんか私今とんでもないことしたかも、みたいな感じになったらしいですよ。まあでももう行っちゃったししょうがないな、みたいな。でも1ヶ月後にちゃんとちゃっかり戻ってきましたからね。言葉とかどうしたんですか？いや、もう全然です。英語なんてあの中二英語しか分かんないから。もう本当それでなんとかやりくりして、あの時ね、六角語同時大訳っていうなんかこう本があったんですけど、一応手に持ってましたけど間に合うわけないんですよ。自分が言いたいこと探してもう途中でもういらないって捨てましたね、それはっきり。ただ日本語で通した方が早いと思って、そう。でも北海道の14歳の女の子、ヨーロッパ一人旅、よくやりましたね。本当に、よくやりましたね。よく戻ってきましたね。今みたいにインターネットとかあるわけじゃないから、はい、もう行く先々で看板見て人に聞いてやるしかないんですもんね。そうなんですよね。しかも1ヶ月も学校休んでですからね。そうですよ。休めって言われたんですよ。いいわ、休んじゃえって。いや、だからやっぱりそこはやっぱりや、ね、うん、芸術家のお母さんっていうかね。そうですね。うん、もう私の方から学校行きたいって言って育ってきましたもんね。小学校の時から、今日天気いいからさ、休もうよって、休みがあんまりない人だったんで、うん、そういう時、今日学校行きたいって、いいって休んじゃえって。
私が休みなんだからいいことしました、はい、そういう人です、はい、そうパリのルーブル美術館いかがでしたか、はい、いやもう圧倒しましたけど、モナリザははっきり言って見ませんでした。人だかりができててもういいやって、あのおばさんの絵だったらうちになるからと思ってもう見ないで、でそれよりもむしろ下の方 の、 あの古代ローマギリシャセクションっていうのちょっとどぎも抜かれてね、2000年前にこんなものを作ってた人たちがいたんだっていうのが、だからそれがまあ後々に私の役に立つんだけども、そうルーブル美術館なんて大きいですもんね。大きいですよ、あんな1日で回れないし、ね、疲れてくるし、うん、もう義務として行かなきゃいけなかったんで行ったんですけど、いやいや船橋ララポートの8倍って言ったっけ。いやもう寝てませんよ、そう分かりやすいね、対比するとそう、まあでもまあ母はねやっぱり私に絵の道で行ってもらいたいみたいなのがまあどっかに まあそうですね、あったんでしょうね、彼女も音楽家だし、うんうん、でそこでなんか運命的な出会いをしたという、うん、そう、その私が列車に乗り込もうとした時に、はい、私の後をつけてきたおじいさんがいてね、そのおじいさんってホームで待ってる時から私の視界に絶対入るんですよ。で私絶対疲れてつけられてると思ったの。怖い怖い怖いでしょ。ありますね、なんか変なね、変な帽子かぶってるからすごい目立つの、うん、でどこ向いても入るんですよ、おじいさんが。そういう人いますよね、やばい、そう、うん、やばいやばいって言って、でそれで列車にバッて乗り込んで、うん、コンパートメントってあの部屋みたいになってるからって入って、ドア閉めたら、うん、そのおじいさんガラッて向かって終わったと思って、そしたらそのじいさんすごい怒ってて、やたらと、お前家出してきただろうって、お前の母親や父親が心配してるだろうって言われたから、違う、母親に生かされてるんだとか、お前そんな変な弁解するんだとか言われて、違うんです、可愛い東洋人が一人で、もうどう見てもあの10歳ぐらいしか見えないから14でも、で家出をしてきた少女が一人旦那のところでうろうろしてたら変な男に捨てていかれるんじゃないかと思って、俺は気が気じゃなかった、お前が一番変な男だろうって、その時思ったんですけど、見守ってた、見守ってたんです。それ言葉フランス語で分かったんですか。いや、あのイタリア、あのね、拙い英語だったの、英語で、うん、中2レベルぐらいで英語だったの、だから分かった、なんとか分かったんですよ。なるほどって、違う違う、私のマザーは、うん、ノー知ってますって言って、うんうん、それでそしたらそのじいさんが信じられないから、うん、じゃあお前がきちんと帰ったらお前の母さんから手紙を私によこせと、いう条件付きで許してくれましたけど、はい、すごい、まあね、心配してくれて嬉しいっていうか、でもその時に怒られたんですよ、でお前はそれでヨーロッパのね絵を見たいっていう旅をしてるのは分かったが、あのどこ行ってきたんだっていうか、フランスとドイツだって言ったら、そこですっごい怒り出して、バカじゃないかとか言われて、それでストゥーピードとか言われて、なんでって言ったら、イタリアが入ってないだろ、紙に書けって、お前全ての道はローマに通ずって書けって言われて、書いてね、そう、じいさんに言われるかも思い、でイタリア人のじいさんだったんですよね、結局でその人が私にとって運命の人になるって、その後ね、そう、だからこの時この旅をしてなかったら今の私もテルマエの前もなかったっていうね、すごい、その駅での電車の中の出会い、出会い、無理やりな出会い素敵な出会いじゃない、無理やりな出会い山崎さん、この話フィクションじゃないですよね。いや、だから自分で話しててすぐに嘘話してるみたいになるんですよ。だんだん皆さんのリアクションを見てると、私今嘘話してるんじゃないだろうかって思うんですけど、本当の話、本当の話、え、紙に、うん、全ての道はローマ、オールローズトゥリードトゥローマは書いてあって、そう言われて、書いてイタリアを見てないなんて全然ダメだと、そう、イタリアのコーナーヨーロッパの旅だとかもセンスなさすぎるコーディネートした人は本当おかしいとかだねって、うん、すごい怒られた。それがだから山崎まりさん14歳の初のっていうかね、ドキドキの海外旅行なのに、ヨーロッパってこういうところなんだっていう、びっくりですよね。そんなもん、あのなんか夢にあふれる素敵なロマンチックヨーロッパなんていう、もう幻想は全くなくてね、私にはもう早く帰りたいっていう怒られちゃって、知らないおじさんに、はい、はい、そうなんです。さて、はい、漫画家文筆家山崎まりさんにお話聞いてますが、はい、2つ目、はい、山崎まりは1日にしてならず17歳全ての道はローマに通ず、ここに繋がりましたね。繋がりますね。っていうのはさっきのおじいさんがですね、そのお手紙をうちの母親が書いたわけですよ。心配をおかけして申し訳ありませんでと、うちの娘が言った通り私が行かせた旅です、うん、したっていう、はい、で娘は日本に無事着きましたと。そしたらそのじいさんとうちの母がすごいメルトモになっちゃってもう1週間に1回お手紙届くみたいな、
すごいなんかお友達になっちゃって会ってもいないのに、でもそのおじいさんって戦争時代にインドで捕虜になってた時にオーケストラ作ったことがあるってバイオリン弾く人だったんですよ。それで母が、うん、あら素敵な人にあんた出会ったわねってね、うん、もう言っちゃって、はい、それでなんか仲良くなっちゃって話があったんですね。話があっちゃって、でトントン拍子でその母親とその丸子じいさんって言うんですけど二人の間で私の進路まで勝手に決まってってね、どんどん丸子じいさんとお母さんの間で間でどんどん周りの人生こうしようとどんどん決まっちゃって、で17になった時にね、急になる前だ、あんたさ公認になる時にさって公認ちょっと一回やめて、イタリア行っちゃえって言い出したんですよ母に。はあ、学校やめて、そういいわ一回やめてって言われて、でダメだったら戻ってきてまたやり直しすればいいわって言われて、はい、それが公認になる時で、で丸子じいさんのとこに行くんですか。丸子じいさんのとこに行かされましたね、勝手に決まってたんで、いろいろよかったっていうか、うん、いやでも私は別に学校辞める気も何もなかったんですよ、なのにもう行くしかないわよって言われてこんなこともめったにないんだからって言われて、それで高2の夏休みに急遽イタリア行くことになって、イタリアの情報なんか何も入ってないんだ私は頭にね、なんか女ったらしの男の人しかいないみたいなイメージしかなくて、そんなとこに行かされるのかと思いながらね、で丸子じいさんの家にお邪魔することになるんですか。なるんですけど、でも丸子じいさんの家にいたのは束の間で、丸子じいさんが紹介してくれる先生がフィレンツェにね、はい、あの美術学校の先生やってるからそこにお前行って行けって言われて、それでフィレンツェに行きました、はい、でそのフィレンツェの美術学校に留学するっていうことになりますね、はい、そうですよね、そうです。でそこにどれぐらいいらっしゃったんですか。11年ですねあったんですね。いやまあすぐ帰ろうかなって、嫌だったら帰ればいいやと思っていたんですけど、気がついたら11年経ってて、はい、はい、まあ11年いることになった理由はいろいろあって、やっぱりねその土地に長くいれるかどうかはその土地で惚れる人がいるかどうかって、惚れるっておかしいんですけど好きになる人ができると状況変わってくるんですよやっぱり、うんうん、恋に落ちるか、まあ、ほぼなんていうかもう自分の幻想先走り系の要するに恋愛というものだったんですけど、私の場合はね、なんか自分がそのシェアした家に毎晩夜になると毛玉のついたセーターに白いマフラーを巻いてモリエールの刺繍を持って震えながら帰ってくる青年がいたんですよそれって私があの子供の頃に読んだ少女漫画に出てくるような人だったんですよ。誰かがこうつなぎ止めておかないと風に飛ばされていかせてしまうようなそういう人だったんですよ。でなんかこういう人って本当にヨーロッパに来る人いるんだと思ってね、で気がついたらその人にあの勝手な恋愛妄想を抱いていて、でその人と付き合うようになって。仕事何してる人だったんですか。詩人ですよなんかモリエールの詩人、あの詩集を抱いてるだけで、詩人ですから経済生産性はゼロですよ、はあ、私も絵描きですから全く収入ないですよ。いやいや、絵描きと詩人の恋なんてね、もう終わりですよ要するにこの世の終わりですよ少女漫画からしたら本当に憧れのでしょ、本当にこういう人がいるんだっていうね、そっちの方が多分優先順位だったんですよね、お金のことより、イタリア人、イタリア人で本当にかっこいいわけですね。かっこよかったかどうかわかんないけど、か弱い感じだったんですよね。ああそうですか。なんかこうそう、キャシャであと毛玉のセーターって毛玉がいいんだ毛玉ですそう、細身で白いマフラー、でちょっと震えてる、そして詩の朗読をしてくれるあなたの前でもう恋に落ちますよ。詩の朗読してくれるんですか。詩の朗読してくれましたよ。君に今日はこの詩を、語ってあげようみたいな、もういっぺんに恋に落ちますよ。それだって恋に落ちてなかったら笑っちゃいますもんね。そうですよね。笑っちゃいますね。どっちかですよね。それで私は分かった。じゃあ私はあなたのデッサンを書いてあげるみたいな、ね。でも着々と腹は減っていくっていうね。そうです。それでじゃあ詩人の恋人ができたんで、できたんで11年いっちゃったわけですよ。11年いて詩人を養わなきゃいけないしね、いろんなアルバイトしながら、はい、山崎まりさんが稼ぐわけですか。そうですね、当時日本はバブルだったんで、もうどさっと日本の観光客が来るようになってた時期だったんですよ、で私の仕事は別に足りてたんで、頑張って仕事をして詩人が本出したいって言えば、分かった出すよ、あなたのためにじゃあ本を出すために頑張るって稼いで1000冊本を吸って1冊しか売れなかったんで自己満足の世界ですよね。いやいや、でもでもやっぱりかっこいい、17歳でフィレンツェに行って、イタリアの詩人と恋に落ちるなんて、
なかなかないですよ。そして食べさす。食べさす。本当にね。でもそれでももらえるものがあったんですよ。やっぱり詩人がどこからかこう、なんていうか仕入れてくるさまざまな文化的情報、まあ映画だったり音楽だったり詩だったり、まあ音楽もやってたんでね、はい、作曲家っていうのに入ってて、全然これもどんな曲書いてもちっとも何のお金もなりやしないみたいな。でも面白かった。そうやってヨーロッパに行くと、経済生産性がないことでも一生懸命やってる人をみんな認める社会なんですよね。はい、そういう人がまあ、いなきゃいけないっていうのがあって認められてはいたんで、ただそれだからってね、あのご飯くれるわけじゃないから、誰もね、誰かが働かなきゃいけないっていう、いやだからその時のいろいろ影響を受けたのが今のね、山崎まりさんのもしかすると血肉になってるのかもしれないという、そうですね、ことですね。さて山崎まりさん、もう本当お話面白くて、もう落語家かっていうぐらい、いやいやもう時間ですか。いやいや、まだまだ行きましょう。はい、山崎まりは一日にしてならず、おしまいは28歳その詩人との別れ、もうね、11年後ね、きっかり、はい、この時ですね、実はまあ結婚はしなかったんですけども、はい、私11年付き合って11年で妊娠したんですよ、この詩人の子供をね、しかもなんかそのボランティア先のキューバっていうところで、なぜかね、ボランティア先のキューバ、キューバでのサトウキビを狩るボランティアっていうのをちょっとやっててね、でそこに詩人が、私が足しげくキューバに行くの、お前なんかキューバで浮気してんじゃないかって来た時があったんですよ、でその時になんかまあうっかりそういうことがあってね、で帰ってみたら風邪ひいたと思ってたら風邪じゃなくて妊娠してて、どうしようと思って、こんな経済生産性がない夫婦でね、あ、夫婦ってかあのカップの間に生まれてくる、まあ、でもなんか産んだ方がいいような気がして、いやそうですよね、で産んだ時にあのくす玉が割れて頭の上で、妄想くす玉、でそこに詩人さよならって書いてあるんですよ。パカーン、詩人さよならで、なんでかっていうと優先順位があるわけですよ。私やっぱ2人は育てられないから、この今こう自分の足で立てない人間が1人生まれちゃったと、でどう考えてもこっち優先順位だから、詩人の人さよならって言って、はい、それで詩人の人に申し訳ないんだけど、ちょっとあの別れようって言って、そう、くす玉が割れてそこの出てきた垂れ幕に詩人さよならって、そう、でうちの子供が羽の生えた天使のようにもうそろそろボヘミアンごっこ終わりましょうって、ボヘミアンごっこはそろそろ終止符打ちましょうっていうのがあって、詩人は泣きますでしょ。いやもう大変でしたね。そんなにさっくり分からないんで、やっぱりちょっと、1年2年ぐらいはまあいろいろ揉めましたけど。ああそうですか、はい、でシングルマザーでイタリアで息子さん育てるというステージに入るわけですね、そうですね、だからどうしようかなと思って、何か手に職を、社会的な仕事をと思った時に、そうだ漫画を描こう、漫画さえ描けば私は生きていけるってちょっとその時思ったんです。そこで、28の時に、そうですか、はい、見よう見まねで描いたこともない漫画を描いて、それを送ったらたまたま、まあ、小さい賞に引っかかったっていう。いや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 、もう本当にお腹いっぱいですよね。いや、すごいですよね。すいませんね。もう一つも持って喋ってないですよ。いや、本当、むしろ、減点制で喋ってる。もっともっと本当はいっぱいあるんですけど。はい、本などで山崎さんのこれまでを、拝読したことあるんですけど、やっぱ生で聞くとまた、すごく違いますね。普通はね、持って話してこれぐらいになるんですけど、山崎まりさんの場合、そぎ落としてでもこれぐらいですね。そうですね。相当そぎ落としました、今。いっぱい端折りましたよ、今こと。すいません。はい。で、今、息子さんと、旦那さんいらっしゃいますよね、で旦那さんは違うか、旦那は全然関係なくて、あのその私シングルマザーになって日本に帰ってきて一人で仕事をしてましたと、でその時にうちの母親がそのマルコじいさんね、昔のマルコじいさんは亡くなってたんだけど、マルコじいさんの娘家族と仲良くしててずっと何十年も、で遊びに行かないって言われて遊びに行ったんですよ、そしたらそこに20歳ぐらいの変わった青年が一人いて、古代ローマの皇帝の名前全部言えます、ローマ教皇の名前全部言えますっていう、なんかあの古代ローマオタクが、そうそうそう、最高のオタクがいてね、でそれは誰かっていうとマルコじいさんの孫ですよ、ね、でその孫とすごいこう、まあ、話があったとか、ローマの分野だけですけど話があって、でその後私が日本に帰ってきた後に、その人は知恵熱が出ちゃってね、喪失感で、ずっとそれまでねローマの話ってみんなにすると、まあ、結構みんな引くじゃないですか、だけどやっと蛇口全開で3日3晩喋ってても面白そうに聞いてくれる女の人が現れたのに、いなくなっちゃったってことで、知恵熱が出て入院しちゃって、入院したんですよ、山崎まりさんと心筋炎っていう病気になっちゃって、それでその集中治療室から電話かかってきて、僕はあなたと結婚した方がいいように思うんですけどって言われたんですよ。集中治療室から電話かかってきて、弱々しい声で、弱々しいものに弱いんです弱々
しい迫られ方するとノーと言えない、はい、分かったじゃあいいよ結婚するよって言って、だから結婚っていう概念が分かってない、うん、なんだからとりあえずずっとずっとローマの話をしてたいっていう意味なんだなと思って、分かりましたって言ってね、結婚しましょうと。で、しましょうと。で、私はその時、その、まあ、7歳ぐらいの子供がいたんだけど、その、仲良くやってたから、まあいいかなと思って。はい。マルコじいさんのお孫さんと再婚したっていうことですね。そうですね。再婚というか、初めての結婚なんですけども。初めての結婚。だから私がマルコじいさんと会った時は、そのうちの旦那は0歳だったってことですよ。うん、まさかそんなことになるとは、マルコじいさんも、お首にも思ってないんですよ。そうですね。はい。マルコじいさん、天国でびっくりしてますよね、きっとね。ってなってたでしょうね。そう。なってましたけど、そういう。ストゥーピッドって言ってるわけです。言われた私が、ま、孫と結婚しやがってみたいなね、全ての道はやっぱりローマに通じただろうみたいな。そう、信じられない、こんなことあります？本当に喋ってて嘘喋ってるような気持ちになってる。本当、本当の話ですよ、本当にね、はい、はい。改めまして今日は日曜天国にゲスト、漫画家文筆家の山崎まりさんをお迎えしています。山崎まりさんの最新作でオリンピックをテーマにした漫画オリンピアキュクロスがグランドジャンプにて連載中です。東京オリンピックを舞台に描く笑いと涙のタイムスリップ劇場、ぜひご一読ください。はい、これはあれですね、古代ローマ人が今度は日本の昭和39年ぐらいにタイムスリップしてきて、ね、63年のオリンピックに現れて、だってもともとギリシャでね、本当に小さな運動場でできたものがまさかこんなね、うん、あの経済力を持ったすごいイベントになってるなんて誰も思ってないんで、うん、まあ、そこから発想が始まったので タイムスリップしたら面白いかなと思って、はい、古代人のタイムスリップといったらまあ私がやるしかないでしょうってことで、はいはい、そういう漫画です。はい、山崎まりさんの古代ローマに対するなんか愛みたいな感じが伝わってきて、世界史勉強したいっていう ね若い人たちとか、まあ、私なんかでも十分勉強になるような、ものすごく面白いし、やっぱり視野に飛んでるし、うん、学べることいっぱいあるんで、うんうん、ちょっとやっぱり歴史の勉強って苦手な人が多いから、はい、だからそれをその式をどうやって取ろうかなっていうのが私の一つのテーマだったんで、うん、一つはお風呂、もう一つは運動、うん、はい、っていう形で、はい、そうですね、はい、またコロナの収束があるとイタリアに当然お戻りになって旦那さんのところへ、まあ一旦戻って様子見てきますが、はい、まあ、こうして長く日本にずっといるとこれはこれでまたいいかなみたいな感じにちょっとなりつつもあり、まあどこにいてもやっぱりね、うん、まあいろんな楽しみやそういったことは見つけ出せますから、うん、いやーちょっとね、うん、山崎まりさんの人生、はい、30分、はい、なんか本当、ちょっと大河ドラマみたいな感じだ。本当にそうですよ。ちょっと喋りすぎて今血糖値下がってきて、なんか 手足がしびれてきた。何か甘いもの。大丈夫です。大丈夫です。やっぱりあれですか、はい。自分の人生振り返るっていうのは普通の人間でもちょっとね、あのエネルギーがいるんですよ。今喋っただけで多分200カロリーぐらい飛んでる。今、はいはい。すみませんなんか。すみません、こちらはそして、はい、楽しかっただけです。またこれに懲りず、懲りずですね。ね、そうですね、またぜひ第2弾っていうか、はい、ぜひお話聞かせてください、はい、今日はゲストに漫画家文筆家山崎まりさんをお迎えしました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。